おはようございます。ケンです。今日は視聴者の方からいただいたとてもいい質問をもとに動画を作っています。その質問なんですけれども、いつもありがとうございます。オプティマスが世界のロボティクスと比較して、 どのあたりの位置にあるのか、どこかで教えていただけるとありがたいです。というコメントいただいたんですけれども、今日はこのコメントをきっかけに、今、オプティマスが人型ロボットという市場でどのあたりに位置しているのか、こちらについて調べてきましたので、その内容をお届けしていきます。この質問に答えるためには、まず、世界のヒューマロイド市場全体、 これを俯瞰する必要があります。2025年の今、人型ロボットは一気に量産、実運用、この段階に入りました。まさに AI とロボットが産業を塗り替える入り口に立っています。今日は世界の主要企業の状況、技術の比較、量産体制、バッテリー性能稼働率といった ロボットの現実的な戦闘力。これを整理した上で、最終的にオプティマスがどの位置にいるのか、これを明確にしてみたいなと思います。そして僕自身の視点での深掘りっていうのを交えながらお話ししていこうかと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず、全体の地図を描いていきましょう。2025年現在、人型ロボットの中心は大きく3つの地域に分かれています。アメリカ、 中国、そして日本です。特にアメリカと中国が圧倒的で、技術力、資金力、スケール、この3つの点で、ヒューマノイド時代の2大勢力になっています。アメリカの中心は、テスラ、フィギュア AI、アジリティロボティクス、ボストンダイナミクス、アプロトロニクスなどがあります。一方で中国は、ユーブテック、フーリエインテリジェンス、ユニツリー、 シャオペン T 社、GUN などが急成長。さらに日本だったら、ホンダ、トヨタ、川崎重工、そしてソフトバンクロボティクスといった技術蓄積のある企業群が控えています。ただし、日本勢というのは研究開発職が強くて、量産のスピードだったりすると、アメリカと中国には結構ね、遅れているというのが状況ではあります。 なので、こういったことを踏まえると、今の時点でわかるのは、テスラが戦っている市場っていうのは、もはや自動車市場ではないということにもなります。相手は、グーグル系の AI ベンチャーだったり、アマゾンが採用する物流ロボットだったり、そして中国の激安量産ロボットと、今テスラは戦っているということになります。そしてテスラは完全に新しい産業のど真ん中に入っているとも取れます。そして続いて、 代表的なヒューマロイドを一覧で見ていきましょう。これは企業の数ではなくて、実際に市場で戦闘力のあるロボットのみを見てみたいなと思います。アメリカ勢では、テスラ・オプティマスですね。そしてフィギュア AI のフィギュア02、アジリティ・ロボティクス・デジット。そしてアプトロニクのアポロ。そしてボストン・ダイナミックスのアトラス。こういったアメリカの企業があります。一方で中国だったら、ユーブテックのウォーカー S2、ユニツリーの H1、 フーリエインテリジェンスの GR3 そしてケプラーの K2 というのがあります日本勢だったら川崎重工だったりホンダトヨタそういったところが代表的となっていますそしてここからが面白いんですけれどもそれぞれのロボットっていうのは 目的が全く違うので、単純比較ができないという側面があります。例えば、アトラスはパルクールができるんですけれども、産業用途ではありません。デジットは物流現場に最適化されていますけれども、汎用性は低めです。ペッパーやナオっていうのはコミュニケーション用で作業はできません。 この違いを理解した上で、次のステップとしてのスペック比較に進んでいきます。では、最新データをもとに主要機種の実スペックを比較してみると、こういった傾向があります。まず、テスラのオプティマスですけれども、身長が173センチ、重量が57キロ、下半重量20キロです。人間にかなり近い体格で、 工場で運べる重量としてはバランスがいいです。フィギュアの02も近いスペックですが、重量は70キロと重め。ディジットは軽くて素早いんですけれども、下半重量が16キロ。アポロは25キロ持てるんですけれども、重量は72キロ。ユニツリー a ンは180センチで47キロという軽量大型の特殊タイプです。さらに中国のフーリエ GR3 は下半10から100キロという可変設計。ここは中国 らしい力技ですスペックだけを見た場合には作業能力だけなら中国製が強いという結論にもなりかねません。ただしスペックと 現場で使えるのかっていうのは別問題です。では、ここからはバッテリー性能と稼働時間というところを見ていきたいと思います。ここで大きな差が出ます。2025年時点での稼働時間っていうのは多くの機種が3から5時間です。例外的に長いのはケプラーの K2 の8時間モデルくらいです。テスラは約 2.3kWh で4時間の稼働。フィギュアも5時間。ディジットは3時間前後で 混合作業なら8時間の記録もありました。アポロは4時間、そしてユニットリーは2時間程度です。そしてここで重要なのは単体稼働時間ではロボットは評価できないという点になります。実際に産業用ではバッテリー交換方式っていうのが大きな差を生みます。ではここからはバッテリー交換方式というところを見ていきたいと思いますけれども、現在のロボットはこの3種類があります。 固定式、手動交換式、自動交換式です。圧倒的に強いのは自動交換式です。そして、この方式を唯一実装しているのが中国のユーブテックウォーカー S2 です。ウォーカー S2 は自動バッテリー交換機能によって事実上24時間連続運用をすでに実現しています。 充電ではなく、交換ステーションで約3分以内にバッテリーを自動交換するため、停止時間はほぼゼロ。工場、物流拠点での実証でも高い稼働率を記録しています。そして、アメリカのアプトロニックアポロも手動ではあるんですけれども、バッテリーパック交換に対応しています。完全自動ではありませんが、複数バッテリーパックをローテーションさせることで、24時間の運用が可能な設計で、 停止しないいい産業ロボットへのの移行っっててうのが始まっています対してテスラのオプティマスは現時点では固定式です。今後交換式へ移行する可能性はありますが、今はまだ充電で止まるロボットです。 テスラのオプティマスは現状では固定式バッテリーで充電っていうのが停止時間となります。将来的な自動交換や急速充電型へアップデートが示唆されていますが短期的にはここが弱点の一つです。一方で AI 能力、量産力、価格性能比較では業界トップクラスであり充電方式さえ改善すれば停止しないロボットへ進化する余地っていうのがあります。 ただし、これは後でお話をしますが、テスラの戦略を考えると、短期的には問題ではありません。人型ロボットへの稼働率は、実は技術そのものよりもバッテリー交換方式に大きく左右されます。自動交換式だったら、98から99%という極めて高い稼働率に達します。一方で、充電式、手動交換式の場合だったら、85から95%っていうのが一般的で、充電中は稼働が停止します。 工場導入では、この差っていうのが大きな評価ポイントになりつつあります。では、稼働率で比較した場合にはどうなってくるのかというところを見ていきますと、運用データを見ると、各社の平均稼働率は次の通りです。ウォーカーの S2 は98から99%、ディジットやアポロは90から95%、オプティマスやフィギュアは85から90%です。 この差っていうのがどこから来ているのかというと、先ほどのバッテリー方式というところから来ています。ウォーカーが最強なのは、ロボット本体の性能というよりも、自動交換ステーションを含めたシステム全体の完成度が高いからです。つまり、今世界で最も現場で働けるロボットっていうのは、中国のウーブテックです。これが2025年の冷静な結論と言えます。 では、ここからが一番重要な部分になります。スペック、稼働率、交換方式だけを見ると、テスラのオプティマスはまだ途上です。システム全体で見れば、ウーブテックやアジリティに遅れをとっている部分もあります。しかし、テスラの圧倒的な強みは、 次の三つです。まず一つ目、FSD の AI を流用できるという実世界 AI です。世界最大の実世界データを持っているのはテスラだけです。車で培った視覚認識、空間把握、意思決定 AI、これをそのままロボットに流用することができます。これっていうのは 他者が何十年かかっってても追いいいつけなな差となっています。オプティマスの動作が急速に安定してきたのもこの AI の統合っていうのが大きいです。そして強みの2つ目としてはギガファクトリーによる 車並みの量産力です。テスラは2026年からロボットを家電のように量産しようとしています。2025年が数百台の試作、2026年が数万台の量産計画、そして2030年には数十万から100万台規模の市場、ロボットの性能は 台数が出れば出るほど進化しますデータ量が桁違いになるからですこの指数関数的な成長ができるのはテスラだけですやはり量産化できるかどうかっていうのが非常に大きな問題になってきますのでどんなにいいロボットを作れたとしてもそれを量産できるかどうかっていうのが 肝になります。そして3つ目ですね。AI チップとバッテリーの完全内製化です。オプティマスはテスラの自社開発バッテリーが使われています。道場や次世代 AI チップによる学習基盤も含めて、 ハードから AI まで垂直統合された唯一の企業です。だから進化速度っていうのは他社の10倍以上になりやすいとも見れます。そしてそういったことを踏まえて2025年の現在地と2030年までの結論っていうところを見ていった場合には、現時点では 実用性ではウーブテックとアジリティです。AI の潜在能力ではテスラです。身体能力はボストンダイナミックスで、コストとスピードは中国全体といった勢力図になっています。ただし、ロボットっていうのは今が強い企業、これが勝つ産業ではありません。勝つのは伸び率が最も高い企業です。AI、データ、 量産力。この3つが備わっているのはテスラで、テスラっていうのが2030年時点でほぼ間違いなく主要プレイヤーのトップ側にいると僕は思います。そういったことを踏まえて結論ですけれども、現場での実運用だけを見ると、2025年っていうのは中国企業が一歩リード、量産力ではアジリティ、身体能力ではボストンダイナミックス、そして知能ではテスラ、 こういった結論になるかなと思います。しかし、AI、データ、量産、エネルギー、そして自動運転技術、この5つの要素を全て自社で持っているのは世界でテスラだけです。そしてロボットの産業の勝者っていうのは最終的にデータと AI、 これを握った企業になります。だからこそ僕は中長期にはテスラの勝ち、これを見ています。オプティマスはまだ発展途上ではありますが、伸びしろで考えるんだったら最も有望なロボットです。皆さんはどの企業のロボットに最も期待していますかコメントでぜひ教えていただければと思います。そして今日は今現時点での情報というのを調べてお届けしましたけれども、すいません。僕自身もまだまだ勉強不足で至らぬ点もあるかもしれませんが、今後はね、 人型ロボット、ここについてもしっかりとね、勉強して YouTube でお届けできたらいいかなと思っております。これからは人型ロボットの時代になってきます。どういったロボットが出てきて、世界がどのように変わっていくのか。 僕の中では、例えば日本だったら、最近コンビニに行ったら、店員さんが海外の方っていうのが結構多いじゃないですか。これっていうのが、もしかしたら10年後には、人型ロボットに変わっているんじゃないかなと僕は思っていますけれども、そういった点も踏まえて、皆さんは10年後、人型ロボットがどういった感じで生活に入り込んでいるのか、どうイメージされますかそれをね、コメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしく よろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだなく方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた推進です。今、僕の方はオンラインサロンでブレイクというオンラインサロンを運営しています。このオンラインサロンですけれども、 基本的には2週間に一度のペースで本について勉強していきます。いろいろな本を読んでメンバーの皆さんがどういった視点でその本を読んだのかそこでシェアをし合って本を一つからいろいろな視点でその本を理解していくというのをやっています。ではなんでこんなことをしていくのかというとですねやはり物事を何か考えるときにそれをどれだけ多角的に物事を見れるか これが重要になってくると思うんですよね普段の生活の中で人っていうのは選択の連続なんですその選択の連続の中で自分がどういった選択をするのか何か物事が起きた時にその物事に対して自分がどのような意味付けをするのかそれによってその後の方向性っていうのが大きく変わるんですよねなので僕は本っていうものを取ってそこから多角的な視点をどのように取り入れることができるのかで自分の人生の 質っていうのが変わると思っていますなので自分のまずはマインドを鍛えるっていうところからオンラインサロンでは 本をベースにしたただ、それっていうのは土台であって、僕自身がこのサロンでやろうとしていることっていうのが別にあります。それはこれから先の未来を考えた時に、僕はテスラを中心に今後の未来っていうのを考える必要があるかなと思ってるんですけれども、その未来に対して自分がどういった行動を起こしていくのかっていうのが一つ重要になってくると思うんですね。そして何か行動するにしても、やはり自分 自分のマインドが変わらないと結局行動も起こせないですし行動した後の意味付けそれもですねいい方向に進めないと僕は思っているんですなので2週間に1回本を通じてまずは自分のマインドを勉強するというふうな感じでサロンで読書会というのをしていますそしてそれをベースにして自分のマインドを鍛えつつこれからの未来に向かってどういった行動を起こすのか これから先の未来、テスラを中心に考えると、いろいろなことが考えられます。それをですね、僕の方がマーケティングが得意ですので、そのマーケティングをベースに自分がどういった活動をしていくのか、僕の方が今、いろいろな活動をしていますけれども、それに一緒に参加してもらって、これからの未来を体験してもらう。そして、自分自身のビジネスにも生かしてもらう。このビジネスというと、少しね、大げさに聞こえるかもしれませんけれども、これから何かね、副業をしてみようかなーっていう人でも、全然 OK だと思います。そして副業って 僕もね散々したことがあるのでよくわかるんですけれども。 その時その時に一時的なノウハウっていうケースが多いんですよね。今は使えるんだけれど、これがそのうち使えなくなるとかっていうのがあるんですけれども、しっかりとした自分自身のスキル、これを身につけることによって、いろいろなビジネスに応用することができます。僕はそういったことも教えることができますので、何かね、自分自身で新しい収入源を作ろうかなって思う人も、ぜひね、僕のオンラインサロンの方に来られてください。これから先の未来を考えて、こういった未来になっていく、そこに向けて自分自身がどのようなアプローチ を仕掛けてててててどうういいいっったビジネスをを組み立こててこれかからののの人生を生ききくのかっていうのは提案すすることができます実際に今僕のサロンに来ている方たちはそういった感じでもう動き始めていますのでぜひね僕と一緒にこれからの未来ねこれを考えて一緒に行動していきたいなと思われる方は僕のオンラインサロンの方に来てみてください多分来てもらったらわかりますけどかなりね色々やってますのでそこをね楽しめるんじゃないかなと思いますし来年以降もね色々活動していこうと思いますのできっとね面白いことになると思いますよなのでねそういった感じでこれからもどんどんね行動 していきたいそしてこれからの未来に向けていろいろとね活動してみたいと思われる方は僕のオンラインサロンの方に来られてみてくださいき,きっと1年後にはね大きくね自分の視点っていうのもね変わってると思いますし結果も変わっていると思います参加されたいなと思っている方は僕の LINE の方に登録してもらってオンラインサロンに参加希望という風な感じでねチャットを送ってもらえればと思いますはいではね今日も最後までご視聴していただきありがとうございます素敵な一日をお過ごしくださいではまた